みまとわいし、みまとわいプレイこどうも、サジンです。今日、サジンちゃんのやつのとこでみんなちょっと最悪なことが起きたんだけど、いや、俺普段プロコン使ってんだけどさ、プロコンのスティック部分の上のゴムのところがよく取れるんだよね。取れるためにそれ拾ってくっつけてたんだけどね。さっき取れたら俺の真下であるゴミ箱の中にちょうど入って、そのゴミ箱がさ、いつも俺よだれ実況でジュルジュルになるからさ、スティッシュで拭いてたんだけど、切ったねえさ、数ヶ月分のティッシュの中にさ、ストンと入りゃ、汚すぎやもう超くせえからもうやだからもうゴムなしで今後やっていきます。今日もサジンちゃんのやつを。サジンチャンネル。何これ、多分さ、声を信じてはいけない。もしくは矢印を信じてはいけないんだよな。矢印を信じた方がいいのか。そうだよな。声を信じてはいけないコースってことだよな。この場合どうしろと。上で合ってるって、やっぱりそっか、矢印じゃなきゃいけねえんだ。はい、ということで、ちょっと待って、タイトル見忘れたけど、もしかしたらタイトルに書いてあったの。俺、基本的にやっぱりね、みんなでやるときタイトル全く見ないから、とりあえず矢印を信じればいいみたいな。そういう感じのコースってことだな。はい、ということで、まずいぞ。いや、だいぶ長いコースあってくれ。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。時間的よ。いや、この場合は、どっち待ってんのかい。わかるか、そんな。上だよな。上でいいんだよな。上、うわぁ、くそ、サジンチャンネル。ドンキムーサを一体倒せるゴールということやってきた。うわ、ちょっと待って、嫌だよ、かすんだけど、これさ、クラウン一つしかねえよな。乗ったもんがちょっと待って、ちょ、うわ、マジか、マジか、そういうこと違う。まクンクンさ、絶対さ、バカだ、オッケーだな。ごめんね、先行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、クサジアオリアと全員死ぬことになるんです。ありがとうございます。ということで、これと待ってね、まだね、ドンキムーサがいないから、まだチャンスは、なきにしも、あらずにしも、なきにしも、あら、オッケーオッケー、来た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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、バカバカバカ、これでとりあえずオッケーオッケー、ファイヤーちゃんゲットしつつの、これさクラウンキープの方がいいんかな、難しいとこだよな。ここでとりあえず条件オッケーオッケーオッケー、ゲットしつつの、うわー、マジか、バカ、サジンチャンネル。何これ、とりあえずノコノコカー乗らなくてもいいんじゃない、ピンポイントなのに。まさかのピンポイントでキノコゲット。何これ、バトコじゃないの、どういうことなんだ。一応バトコなんかな、みんな同じレーンを選んじまっただけ。いや、こっち正解ルートなんか、他の土管だったらどうなったのかめちゃくちゃ知りたいんですけどね。3人とも一緒の場所に来ちまったけどよ、これで、いやでも中間があるってことは中間の数でそんな置けねえから、やっぱりね、正解ルートあったってことなのかな。うわ、クソ気になる、もう一回戻って確認したいぐらい気になるね。とりあえずゴミコってことだけは分かりました、ごめんなさい。とりあえずゴミコってことだけは分かる。わー、でも中間取ってるからとりあえずここから再生でき、あ、ちょっと待って、死ね、俺やよな。いやさ、これさ、結構マグマが迫ってくる感じとか、なんか危機感を結構なんか焦燥感というかさ、そういう緊張感を与えたりして、神コースなのかもしんねえね、この、なんてお前はだね。ずっとノコノコカード戦ってるやついる。サジンチャンネル。ハンマー取ったもん勝ち。とりあえずこれハンマー、絶対ハンマー取ってもらう。ちょっと待って待って待って。いやでもね、2個目取りゃいける。なんとかいけると。これね、多分ね、足場作らなきゃいけない的な感じなんだ。とりあえずこっちはごめんね。ごめんね、させていただきますね。あ、ゆっくり。あ、じゃあ、まずいまずいまずい。ちょっと待って、ごめんごめんごめん、やっぱりごめん、うわ、これ俺にハマっちゃった、やっちゃったやっちゃった、とりあえず、ちょっと、けけけ、これで、足場を作って、ちょ、邪魔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 、うざってな、キノピコ、お前は、落ちてろ、よし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 、ダンバイ並みの落ちてろ、いただきました、ありがとうございます、よしよしよし、で、うわー、これ慎重に行った方がいいぞ、でもどっかでマリオ倒さなきゃいけない、あ、怖い怖い怖い、よし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 、あとは慎重に行こう、慎重に行こう、急がなきゃいいよ、急がなくていい、急がなくていい、で、ゆっくり行こうぜ、ゆっくり行こうぜ、オッケー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 、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、怖いな怖いな、ちょっと待って、怖い怖い怖い、キノピコ、キノピオ絶対こっち来ないよ、あー、この花火がめちゃくちゃかわいそうじゃないか、キノピオよ、オッケーオッケー、ゆっくり、うわ、なにそれ、案外結構近いところにゴールあるんですけど、ありがとう、センキュー、サジンチャンネル。コイン142枚取ってからゴールってことやってきたのは、とりあえずここにもうね、90コインまであっから、あとは細かいのちょいちょい取ってくて、気にな感じ、あ、ちょっと待ってね。絶対条件線はリンク必要だから。オッケーオッケーオッケー。うわー、ちょっと嫌な予感してきた。バカバカオッケー。アップヌうますぎんか、今の。今の確実に仕留めてくるあたり、うわー、嫌な予感するよ。そういうことか、細かいコインこっからあんのか。そうするとマジでダリな。とりあえず、ゴールの方まで見ときつ。うわ、ここにもうゴールあるってことは。なるほどね、そういう感じか、そういう感じか。うわー、さっきのさ、最初の方にあったコインって、もう取ってきたかな。他のさ、あ、そっか、その作戦があった。なんでお前気づかなかった。バカだれ。うわ、いやいや、バカだれ。ちょっと待って、まずい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 。ここでノーマル状態、マジでまずいぞ。うわー、あれで終わりか、あ、まだやれやれ、そうそうそう、まだやれやって。あ、ちょ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 、リンクだ、リンク。あ、ちょ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 、はい、ごめんね。あともう一体、もうあともう一体だと生身で絶対勝ったる。
やだじゃないやだじゃあ気持ちよすぎる生身センキュー草人チャンネル何この場とこなんかさ作りからしてちょっと不安一抹の不安を覚えるんですけどいやもうさ右側の土管が一列になってるせいでさこれちょっと不公平じゃんこれ上あ無理か上ショートカットできなかったら何のために穴が開いてんのかも定かじゃんそもそも何これ P スイッチ押されんの街ちょっと待って P スイッチでもさなんか壁に囲まれてから押されなくないちょっと待ってねえちょっと待ってね意味がわかんなくないしかもこれさ、黄色土管の方が有利だよね。右側見た時に黄色土管が一番下にあるってことはさ、絶対黄色土管の方が有利だけど、そもそも始まんねえじゃねえかよ。どういうことこれ何をするはずだな。だね、今までで一番意味がわかんないんだけど、このバトコ。結局これどうすればいいんだよどうやったら始まんのずっとここにいればいい感じですかね何をすればいいんですかみんな困ってんじゃねえかねルイージけなげー。けなげージいるんですけど、お前、いつかピースイッチ押されると思ってんのかルイージは。いつまで経っても多分これ始まんねえぞ。よし、ようやく動き始めたあいつも。え、な、これやっぱり上に行くんかなえ、でもさっき上でキノピオ死んでたよな。なに、やっぱり、え、100秒ぐらい待つとようやくピースイッチが押されるとか、そういうクソみたいな仕掛けがなわけではねえよな。いや、やり直したところで意味はね、俺らが何か間違いを犯したわけじゃねえぞ。やり直したところで別に俺らが選択肢によってなんか結果が変わるとか、そういう感じの講師じゃねえと思うんだよ。多分クソ子。お前が協力し始めたし、え、ちょっと待って、上行けんのなんかルイージ探ってる。え、ちょっと待って、え、上行けんのこれ。いや、でもゴールはできなそうだよな。うわ、ゴールするもしかして。うわ、なんか、上に行って、全然戻って、いや、今、裏面行ったんかなそれとも死んだどういうこと死んだんかいや、裏面か。あ、いや、死んだんだ。死んだんだ。いや、でも、なんかあんのかいや、まあ、もう一回ルージ上に行こうで、もう一回キノピオ行ったけど、何かあんのいや、なんもなさそうだけど。やっぱり上が正解っちゃ正解なんかな意味がわかんない。そういう、ちょっと騙しを襲ったトロール的なバトルコースなんか俺も行きたいんだけどじゃあ俺にも見せてくれや上の景色全然見れないんですけど頼む土台になってくれ上の景色見たいあーなんかピースエッジ持ってきたなんかあったんだとりあえずありがとうこれでピースエッジ押されてるなどういうことなどういうテーマだったん結局何がしたかったんこの制作者はなんかすぐ終わりそうなんですけど何このコースうわこれで終わりじゃねえかめちゃくちゃ早いじゃねえか速攻終わったんですけどねリラックスポテトって名前結構面白いのムカつくちょっと面白いこれでこう言って表面に戻ったら中間いらなくないねあこんなキノコ取らせた意味なんだこれであもう一回あ入れねえなえスタスタかあーなるほどそうなるほどクソだなるほどゴミだうわしかも先が危ねえ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 はい、ということで、ゴミコスクリアありがとう、センキュー